電車でこうプロフェッショナル仕様、秋田新幹線 E3系が、攻めます。できるだけ最高速度を出して最高速度は130キロ抑制と書いてある。じゃあ130キロ出します。俺は決めた、そういう風に決めた、という感じかな。でちょっと駅が多いので、多い駅が、まあ若干飛ばします。飛ばすというのは動画自体を飛ばします。東京行きが発車します。スキップします。始まってすぐ制限55だけども、あんま関係ないですかね。ここら辺はどうでもいいですかね。ただ制限が最初ラッシュって来るはずなので、55のだと80かな。もうすぐ解除されると思うので、大した問題じゃない。ほら制限解除だったって感じで、こっからスキャフル加速。走行の目安は時速110キロから120キロです。守りません、こんなものは。セクションに注意、セクションあるんでね。これマスコン切ったらポイントもらえます。本日は JR 東日本をご利用くださいまして、ありがとう。通過して和田駅前 1.3 キロ区間制限速度あります。気付けて。和田駅通過して大堀の前 1.2 キロ区間で、90キロ制限注意。駅前で制限80だから、もし円通気味の方がいたらここで巻き返しできないわけですね。大きな注意ですね。大阪へ通過直前にブレーキしないと、これは90間に合わないかもしれないですね。第3並速に進行。ちょっとこれはね、円通行人にとってはきついですよね。スピード上げて駅通過しようと思ったら制限あるから、駅スピードもうスピードで通過できないっていう。130いった。もう130に抑制つけて出しますよ、私はね。あ、限界か。場内進行の通過限界っぽいね。これ出ってないか、スピード出ないね。はい、わかりました。130は限界ね。さあ間に合うか。ダメかよ、ダメかよ。ダメかよ。ここでセクション来ます。そして55制限。危なかった。バス2秒、また間に合うか。あ、間に合うかな。よし、終わった。ということでね、後ろぐちゃぐちゃになった小持ちで走れますよ。多分向き変えて走ってますから、今電車の向き変えて。さあここら辺は制限があるけど、あんま気にしないと。時速90キロです。いや、130出します。これ間に合わねえな。ちゃんとしてよね。これ間に合わねえな。本線場内減速。やりみない通過。減速が間に合わなかった。ATS はすごい効くね。行きましょうか。130来ました。マスコンキルは135出ることは分かったから。はい、駅前急に75キロ線行きます。止まれるのこれ本当に。上75、角野立。これちょっとダメ、オーバーするか、さすがに。よし、OK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  けど、今度逆に、今度想定そうなんだけど。20秒。ギリギリですね。はい、制限75だけど、まあ気にしないと。だって制限解除されるまでの間に75出る気しないもん。有効は唐突に90ありません、ね、人体の前で。まあ止まるっしょ。セクション発見。ここでマスコン切ると、でここは指定できかな。あったね。おお、運がいいね。なんか制限基準のところ57キロ走ってもレールがきしむんだけど、これいいのか、これ本当に。じゃあ間に合わなくね。すごいきしむんだけど、レールは制限基準で本当にいいのか、いいのかよと言いつつも間に合わないぞ。駅前の75制限入ります。
休憩進行。はい、ブレーキングしていきます。さあ止まれるかこれ本当に。あ、止まれるね。危なかった。 どうしたの。よしよしよし。結構ゆっくり走っても速く走ってもなんか追いつくね、頑張れば。うん、この路線はさすが星1、簡単なだけあって幅が広い。にしても速く来すぎても遅く来すぎてもちゃんと巻き返せるように制限速度など厳しくないし、いいねいいね。 3.8km 長いね。最初の制限75はまあどうでもいいですね。制限解除までね、75オーバーする感じがしないんで、マスコン切らず5の地で行けばいいと。ちゃんと道が狭い。すんごいビシビシ、あ、すごいビシビシ。しかも音ゲーみたいにこの景気が来る。なんだこれ、ここか、怖っ。なんだこれ、あ、間違えた、間違えた、どうしたの。さあ、このトンネルの隙間でね、鳴らすのこれ何、動物だけなのかな。すんごいスピードだねこれ。これ1秒こんなにしたら、で最高速度130いったんで、まあそれで達成ですね。第1ヘッド進行。すごいねこれは。今までほぼ低通だったんですけど、ってことはですよ、あのスピードで下るのが正解なのかよ。すごいな、ジェットコースターじゃん。止まらないねこれ。ちゃんとしてよね。すいませんでした。はい、オーバーしましたね。まあいいや。結構スピード出した状態で次の停車駅来てたんでね、ミスりやすいですっていう言い訳です。あの、どうしても急いでかったらわざと注意信号をオーバーして ATS かかったら、あの、進行出るんで、あの、減点してもいいんだっていう人だったらそれでもいいかもしれないですね。わざとオーバーするっていう。はい、まあ今回は守りますけど、今回私は。はい、盛岡まで130でした。いいよいいよ、気持ちいい。盛岡駅前セクションあります。盛岡来た、 E3 併合準備、来い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 、来た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 。いいんじゃない、止まったし。セーブ中です。こんな感じです、まあ、セーブが終了しました。丁寧に走れば点は取れると思いますっていう感じで終わり。